ホーム終端部津軽中里駅は、青森県北津軽郡中泊町大和中里に、ある津軽鉄道線の駅である、同線の終着駅となっている。1978年の小築映画、俺は田舎のプレスリーのロケ地となった。一面一線の短式ホームを有するほか、木回し線が一線ある。以前は、 社員配置駅であったが、金木津軽中里館がスタッフ閉塞化された際に、夜間退履が廃止され、同時に委託化された。駅舎には、出札窓口があり、入場券、自社船内の貢献による、普通乗車券、定期券を発売している。現在の営業時間は11時から19時までである。スーパーストアが併設されていたが、2008年5月に閉店となった。その後、 2012年4月に物産販売施設などを備えた交流施設、駅中賑わい空間がオープンした。かつての津軽中里駅は旅客ホーム一面、貨物ホーム、木回し線、機関庫へ通じる側線があった。旅客ホームには駅本屋から階段で上がるか、駅本屋の脇にある販路で上がる。駅とその周囲の建造物には機関庫、転車台、球誕台。 給水タンク、ポンプ小屋、小屋、駅本屋、貨物上屋、倉庫、駅長車宅、農協倉庫、バス車庫があった。ただし、1930年から使用されてきた転車台については1988年で使用を中止していた。そこで、沿線住民ら約300人で作る。 津軽鉄道サポーターズクラブがクラウドファンディングで回収費80万円目標として2017年1月から募集を始め全国196人から185.8万円が集まり転車台を押すレバーを設置したり安全対策を行って2017年5月21日に本州最北端の転車台として復活することとなった広報資料 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。